前にお主はこの幼きか弱き娘に仲間たちを殺させたいか。悪鬼とさせて永遠の地獄を歩ませたいか。柳が一番望んだ場所はどこだった。奪われる前に奪え。聞かぬな、無力なりクレイ。我が最も恐怖した男よ、消えてなくなる。遅くなりました、クレイ様。クレイ様、見よれっか。今お前はあの時の私のように問われたんだ。最も愛しいものを奪われた苦しみ、悲しみ。紅が私の答えだ。貴様も答えを出せ、レッカ。ドドン君が好き、フーコちゃんが好き、カオル君も三鏡先輩も、でもレッカ君が一番好き。いつまでも一緒にいてね。ごめんな、姫。レッカ。答え出したから。行くぜ。竜の炎三式ホムラ。ホムラ、レッシンを出すんじゃないの。八色を呼び出すには特別な条件があるの。条件、すなわち七竜同時召喚。今の劣化なら不可能ではない。ついにレッシンを使う。親子の絆がいかに深いとて、かような不可思議な絆はあるな。七代目おかげ当主。竜の炎五色マドカ。途中で平板じゃねえぞ、ヘッポコ野郎。これでもマドカ様はおめえの力ってやつを評価してやる。見てるぞ、見せてみろ。六式ルイ。大好きだったよ、レッカ。頑張れ。銀の炎四式セツラ。気に入らねえ。神道地獄とかいうガキ、気に入らねえ。お主が一番使うてくれたのはナダレと私であった。楽しかったぞ。竜の炎一式ナダレ。手を貸してくれんか、レッカ。握手。この右腕が力を、勇気を、希望を与えてくれた。諦めるでないぞ、希望はきっと残っておる。竜の炎七色黒。さらば。
知識熱心。何をしようとしている。どの道我を倒すことなどできぬというのに。烈火は答えを出した。それがどれほどの苦しみであったか貴様には理解できまい。烈火、かつての僧柳殿の前世桜姫を守りきることがかなわんかった。運命は皮肉にも時と世代を超え繰り返されてしまうのかもしれん。ただどのような結果になるかは見えぬ。柳殿の心は救わなければならん。行くぞ烈火。身をくれない。見なよ見なよ、どもあの子笑ってる。あんなに幸せそうに。行こう行こうよ、レッカ君。一緒に、天道地獄を倒しに行こう。柳が、レッカの炎だよ。食え我を食え天道地獄吸収隊。守ってもらってばかりだった。今は違う。一緒に戦える。暗い。それどころか傷が治っていく。治癒、癒しの炎。何度言えばいい。燃える壊れる。不死の我が天道地獄だ。あなたがその体を作るために奪ってきた人たちの命を癒します。成仏する魂とともにあなたが奪ってきた全ての力が消える。終わりです天道地獄。
さよなら、ロキア。さらばだ。お疲れ様でした、ご主人様。幸せになってね。さよなら。魔導具が砕けていく。火影が終わるのだ。天道地獄という邪悪な欲望、野望が消えたとき、おかげに関わる全ての者が役目を終え、この世から消滅する。くれない、今日までよくぞ共に歩んでくれたな。お前のこと生涯忘れない、決してな。また会おう。くれ、わしを許せとは言わぬ。しかしわしは主を心より愛しておったぞ。影よ、よくぞわしを忘れずにいてくれた。これからも己のために生きてくれ。おっかさま、やだ、そんなじゃね、消えんだよ。消えな、君、お前が消えることねえだろ。泣かないでよね、カク。烈火、よくぞ火影を滅ぼした。そしてよくぞ我ら八竜の心を晴らし、成仏させてくれた。カリオは消える。火影も消える。火影の力も消える。そして解放された柳殿の魂。帰り。